今動機がすごいと思います、はい、おしゃべりついてますよいっぱい花丸あげちゃいますね。うわのハスキーです。まさか、はい、本物ですかこれ。やっていきます。意外とうまくでしょ。通常営業が終わった後にね、特別に開いてもらってるんです。アルトラがインスタンスで、やばこんばんは。こんばんは。はい、待機列に入るといいですかね。うんうん、そうですそうです。はい。そしたらすぐ合流できると思いますので、ちょっとだけ待っててください。わかりました。いや、急に声小さくなってないわ。やばい、まずい。ブレスケア忘れた。すげえ。今回はここのアルドラクリニックの鉄拳室に来ています。パンフレット。これですか？うわ、すげえ。すいません、予約した菅田です。こんばんは。保険証、はい。あくまで。はい。あ、はい。すいません、保険証、はい。すいません。はい。では、パンマンチョコみたいな。こちらお席に座ってお待ちください。はい。なるほどね。チョコ食べる？ちょっとつないでるから。チョコ。あ、どうしたんですか？そうですよね、パスが。大丈夫ですか？足怪我しちゃった。あ、足怪我しちゃって。だいぶ重傷。どうしたんですか？何で怪我したんですか？ちょっと車に。あ、車に引かれてしまって。この年で。そうそう。危ないやん。外科もやってるんですね。俺今回ちょっと最近ブルーチャットで胸がドキドキすること多くて、これ何なのかなと思って。あ、なるほどね。はい。もしかしたら病気かもしれないもんね。何かの病かもしれないんで、ちょっと今回診察に来たんですけど。俺もオタクだからもうずっとこのゲームやりすぎて腰が痛い。そうなんです。あ、腰がね。腰痛か。腰もうずっとやってるから。なるほどな。腰が来て、あ、行きましたね。ヘビーユーザーなんだからね。あ、雑誌とかも置いてるんですね。毎月1日に必ずやってるんだ。この、あれですよね。月1イベント多いですよね。VR チャットって。そうですね。やっぱり、毎週同じ曜日とかでやってると、もう仕事みたいなもんだしね。間違いない。そういうところもあるのか。はい、では、お部屋の準備ができました。あら。あ、はい。はーい。1番のメルシア先生のお部屋へお願いします。はい。こちら扉抜けて正面になります。わかりました。何番でしたっけ。ここです。ここはここですか。バナナのフィールですだけでずっと飯食ってて、すいません、ちょっとトイレ行ってきていいですか。バナナのトレンドレスでもう何度でもなるからね。いいですよ。はい、こちらに待合室にあります。本当にすごい、顔が広すぎる。すいません、失礼します。はい、どうぞ。はい、今回担当するウェルシアです。よろしくお願いします。ではちょっといろいろと聞いていきますね。はい。どうですか最近、VR チャット、特に問題なく、過ごされてますか？はい。VR チャットすごく楽しくて、結構心拍上がるタイミングが多いなと思っていて。ああ、なるほど。この、今も結構、うん。その心拍数。大丈夫ですか？はい。ちょっと、上がってるなって感じていて、これ何なのかなと思ってるんですけど。いつももっとこう、いや、スムーズにお話してるイメージだったんですけど、大丈夫ですか？そんなことないです。あ、そんなことないですか？はい。なんかいろんなとこ見てますけど。はい。最近ちょろっと見ましたけど、何かと、はい、なんか宇宙人と会う機会が多いみたいな。あ、そうなんですよ。ちょっと最近とかもやっちゃってるかもしれないんで、うん、そこら辺の検査もしていただきたいなと思っていて、最近一緒にちょっとプールとか入ったんですけど、なんか、はい。ちょっと除菌が済んでなかったのかな、プールとか一緒に入っちゃった。はい。危険ですね、確かに。はい。すみません、ちょっと。あ、そうなんだ。今日とか会いました？宇宙人と。あ、今日はもう、さらに汚い宇宙人と会ったんで、最近宇宙人とちょっと縁があって、
汚い宇宙人。はい、なんかそれ結構可愛い宇宙人もいるんですけど、あのエンタメに富んだ汚い宇宙人もいたみたいで、はいはいはい、汚い宇宙人の方と濃厚接触というか、うん、まあ密室に2人でいたことがあったんで。あ、なるほど。ちょっとうちの病院だと検査しきれないかと思うので、はい、ちょっと大きい病院の方に紹介状書きますね。それだったらお願いします。え、どういう時に動機が上がるとかわかります？あ、なんでしょう。配信活動をしてるんですけど、そこで取材に行かせていただいたんですけど、まあ取材をした時に、まあそういう、はい。膝枕なんですけど、まあ、そういうワールドに行った時に、まあ心拍数、倍ぐらいにはなかったかなと思っていて。それ膝枕が嬉しかっただけ。いや、ちょっとその正体が分かんなくて病院に来たっていうのはあります。そのなんで僕的には取材に行って、うん、なんかそこで動機が上がっちゃうっていうのはなんでなのかなっていうのがあったんで、うん、じゃちょっと見てみましょうか、はい、すいません、ね、はいはいはい、よいしょ、はい。もうなんか好きにしてくれみたいな。はい、じゃあ行っていきますね。今動機がすごいと思います。はい、今動機すごいと思います。あ、そうです。すごい。あ、吸って、吐いて、はい、吸って、吐いて。あ、うん、そうですね。わ、はい、こっち、はい、あはい、あ、あ、風邪とかではないですかね。風邪で動機が激しくなりますかね。もしかしたら、ちょっと汚い宇宙人から何かもらった可能性も。宇宙人のちょっと金。結構汚めだったんで。それ以外は特に問題はないと思いますので、はい、抗生物質とか出しときますね、じゃあ。すいません、お願いします。はい。わかりました。じゃあ最後に撮影だけさせてください。はい、お大事にどうぞ。わかりました。ありがとうございました。はい。すいません。何でしょう。トイレお借りしてもいいですか。ああ、どうぞどうぞ。はい。また行くんですよ。どうぞどうぞ。はい。篠宮さん、篠宮さん。はい。どうぞ。もうちょっと、じゃんじゃん来るじゃん。はい。大人気ですからね。もう、違いますからね。お見合いすぎちゃって。1番、篠宮さん。あ、はい、はい。2番の浦ボス先生の部屋へお願いします。お名前何でしたっけ。浦和さん、浦ボス先生です。浦ボスさんですか。一緒に行きましょうか。わかりました。ちょっと違う。ちょっと違う。ちょっと違う。ちょっと後で言うときますね。はーい。お、そっちのパターンね。こんばんは。こんばんは。おかけください。なかなか自由ですね、この。失礼します。ちょっとごめんなさい。検診ということで。はい。大丈夫ですか？見つかんなくて。ああ、あれあれですね。お気をつけてください、リアルコメント。はい、すいません。お邪魔します。OK です。じゃあ、定期検診ということで担当させていただく浦ボスです。あ、浦ボスさん。あの、お茶ぶりはもう2、3歳とかで終わった方がいいですよ。はい、これはね、あの、当院おすすめのね、安眠グッズなので。はい、安眠グッズなんですね。まあ、早速。よいしょ。これどっちがいいですか？どっちがいいですかと何ですか？選ばせてあげましょう。じゃあ特別にこっちでいいですか。あ、クマ、あ、お揃いはやったってことですね、はい、いや、それお揃いというかそっちの方がクマ可愛いんですごい押し強いな。じゃあちょっと失礼しますね。はい。あーって言ってください。あー僕今どんなことになってるんですかね。あ、おしゃぶりついてますよ。すごく可愛らしいです。こんなになってるんですね。そちらもあのね、今日このままつけてってもらって大丈夫なので。あ、そうなんですね。ゆっくり。最近休憩ちゃんとできてますか？ぶっ続けで VR チャットしたりとかゲームしたりとかしてないですか？でも最近配信中も VR チャットするんですけど、飲んだくれがたくさんいるところありますよね。はい、あ、はいはいはい、ありますね。はい、飲んだくれがたくさんいるワールドとかに、あの、路上ライブ聞きに行ったり、配信がけしてるんで、はい、ちょっとなんか男性費用とか、ね、はい、そういうなんか、なるほどなるほど。感じるっていうのはあります。ああ、じゃあちょっと、ん？こちらをね、持っていただいて。これ何ですか？これ、何をするかわかりますか？なるほどですね。これ今ちょっとすいません、僕あの眼性疲労って言ったんですけど、はい、これ何ですかね。
糖分大事なんで体に。ああ、なるほど、糖分か、そうだよな。食ってください。はい、はい、そう大事なんでやっぱね。はい、うわ、すげえ、これすごいですね。あ、そうなんですよ。これ結構何が出るかもランダムなので、今回ハートっぽいですね。はい。なんかいくつか見ていけますか。あ、ちょっといいですか。食べれるんで、これ。あ、食べれるんですね。いいとボタン押せますか。あ、そうですそうです。じゃあ次もう一回やってみてください。あの聞いてますか。眼精疲労ですよ。砂糖大事なんでやっぱね。あ、そうなんですね。栄養素大事なんで、はい。わかりました。今ちょっとよくわかんないけど、私耳鼻咽喉科なんで。あ、耳鼻咽喉科なんだ。耳鼻咽喉科にしてもこれはおかしいですよ。はい、だとしてもね、これはいやいや、ベーシックわたがしです。あれですね。これはちょっとこう見ると変わっていきます。持って帰ってもらって大丈夫なんで。あ、これ持って帰って、これはね、プレゼント多いですね。はい。あ、ちょっとこれ最後のね、最後の処方です。はい。あ、じゃあちょっと。持ってますか、両手で。あ、はい、両手で、はい。こちらにお気づきかもしれないんですけど、よいしょ、 ありますね。あ、ちょっと下手ですね。はい、黙ってください。あ、おーいいですね。熱中症に気をつけて。はい、これ投げれるんでね、壁に思いっきり投げてみてください。はい。ありがとうございます。はい、じゃあ本日のね、予報は以上となります。じゃあ最後にカルテに貼るお写真撮ってもいいですか。はい、わかりました。これ、あ、今直しますかね、僕これね。あ、もう完璧だと思います。またね、はい、この後もね、別の先生の検証を受ければさらに完璧。はい、おしゃべりお似合いですね。どうだと思います。めちゃめちゃいい。じゃあこちら持って帰っていただいて。ちょっとなんかもう退場となります。あの診察恥ずかしいな、なんか診察室行くの。はい、一回両手塞がってるんで開けてもらってもいいですか。すいません。あ、ごめんなさい。はい、すいません。すいません。はいはいはい。あの2番室のお医者さん、クビにした方がいいですよ。あ、でも一応人気はあるのね。わたがしもらったんですけど、あとこれ投げれるよとか言ってもらったんですけど、何の処方が。はい、ワンちゃんいる。ハート、どうぞ、これ食べれるんですよ。食べてください。食べてください。食べてください。お口のお口のもの。はい、あ、お口のもの、これちょっと特別にもらったんで、これ似合ってますかね。開ける、似合ってますよ。ありがとうございます。素敵だと思いますよ。何もらってるんですか。刺しますよ。あ、すいません、刺さないで、刺さないで。よかった。宇宙人とか可愛いですよ。あ、スタミさん呼ばれてますよ。あ、僕ですか。はい、はい、では、4番の稲荷先生のところへお願いします。稲荷先生、はい、になります。稲荷先生です。稲荷ですね、わかりました。ちょっと割と明るいですね。ついてる小児科だな。こんばんは。こんばんは。小児科じゃ嫌でしたか。いや、小児科、いや、僕一応今年29歳になるんですけど、はい、大丈夫ですかね。ちょっと受付間違ってたりしませんか。うん、でも今おしゃぶりつけてるのでね、立派な。どういう罠かよ。これ罠だったのか。まあでも大きな大人でも赤ちゃんに帰りたい人とかもね、はい、この VR チャットにいっぱいいると思いますので、ね、確かに子供の心に戻りたい子いっぱいいると思いますので、はい、平気です、はい、お願いします。はい、では改めまして、小児科担当の芦屋稲荷と申します。名前はちょっといかついですけれど、はい、怖い先生じゃないので安心してくださいね。はい、安心できます。ありがとうございます。はい、はい、お願いします。はい、お願いします。というわけで、7月健康的に過ごしたか一緒にチェックしていきましょうね。お願いします。梅雨がね、ようやく明けたんですけれど、はい、明けた瞬間猛暑が始まったじゃないですか。はい、夏バテとか大丈夫ですか。あ、ちょっと夏バテも若干あったりして、やっぱり冷房のあるところに急に入ったりして、僕偏頭痛持ちなんですよ。あら、そうなんですか。大丈夫ですか、はい、見てもらっていいですか。
ちょっと私偏頭痛を治す能力は持ってないんですけれど、はい、いっぱいいい子いい子はしてあげますね。いやいい子いい子あいい子いい子が一番になるんですさすがお医者さんだよ。あ、頭痛いの治りますか？さすがお医者さんだよ。そうなんです。かわいい僕ちゃんは、頭痛いのをイコイコされたら治るんですか？治ります。それが一番治るんです。お薬とかよりもいいです。あ、そうなんですか？はい。じゃあ、いっぱいイコイコされましょうね。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、夏バテとかは大丈夫そうですけれど、今治りました。水分補給とか。今治りました。今治りました。今治りました。今までなってた。もう問題ないです。ね、でも7月が始まってから夏祭りとかも始まってくると思うんですけれど、はい、近所で夏祭り始まりました？どっか今年行こうかなと思ってます。私も実はもう夏祭り1個行ってて、うん、炎天下でね、ちょっとね、すごい人も多くて脱水症状を起こしてしまって、うっってなってたので。そうなんですね。そうなんです。気をつけてないと。なのでお客さんも脱水症状とかならないように、夏祭りに行ったら私見かけたんですけど、哺乳瓶に入れるドリンクが売ってたんですよ。今おしゃぶりをつけてる君にぴったりだと思うんで、もし見かけたら買ってみてくださいね。はい、ありがとうございます。食欲の低下とかは大丈夫ですかね？食欲の低下とかはもうさっきまであったんですけども、完全に治りました。うん、じゃあいっぱいもりもり夏祭りでも屋台で食べれますね。はい、これって何ですか？気になりましたか？これは、はい、知ってますか？これ何のおもちゃか、はい、知ってます。やってみてもいいですか？ちょっと空中で止まっちゃうんですけど、ぜひぼーっとしてないかチェックのためにもやってみてください。はい、丸から、うん、はい、お、はい、大正解。はいはい、はい、あ、あれれれ、はい、あれおかしいな。いるんですよね、うちにたまに来るお客さんで。実はね、はい、裏口があるんだよね、その箱。うん、一個だけ不思議になることあります？これもいいと思います。そんなことあります？はい、はい。まあ、ある意味当てはまるところに入れれば正解なのでね。そうですよね。大正解です。ありがとうございます。でも、ちゃんと形に合うのに入れられないのはダメですね。ずるい子です。ごめんなさい。でも、ちゃんと当てはめることができたので、いいとします。ありがとうございます。ほんと、なんか、はい、100点あげちゃいます。わあ、もう、29歳で100点もらうことってなかなかないんで、嬉しいです。本当ですか？はい。じゃあ、いっぱい花丸あげちゃいますね。うわぁ。というわけで診察は以上になります。はい、最後記念にね、はい、一緒に写真を撮りませんか？お願いします。ではお隣失礼しますね。はい、はーい。それでは5秒失礼します。5、4、3、2、1。はい、撮れました。はい、おしゃべりとっても似合ってますね。ありがとうございます。またね、また来てください。お大事にどうぞ。ありがとうございました。あ、やばい。あ、お疲れっす。お疲れ様で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 す。2回目の診察でおしゃぶり渡されて、はい、3回目の診察で小児科に回されて、僕29歳なんですけれど、あの、おしゃぶりしてるんで大丈夫ですって言われたんで、気をつけてください。計画されてましたね。はい。はい。コンボ決められたんで、完全に。コンボ決まりましたね。はい。はい。じゃあ、詰めてもらって、いいですよ、そこ座ってもらって。あ、ありがとうございます。はい。大丈夫ですか？熱ありました？熱。ない。大丈夫ですか？熱なかった。36度ですね。来る前はあったんですよ。来る前はあったんですけどね。ああ、なるほど。家にいるときはありますけどね、熱。病院に来るとないですよね。あの、畳とかでさ、膝入れてもないよ。畳とかでこうやってすんだよ、こうやって。こうすると、あ、そう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 。ほら、39度ほら。あの、あ、そう、あ、やばいやばい。見て、見て。ごめんなさい。すいません。ごめんなさい、ごめんなさい。すいません。どっちですか？何ですか？あ、はい。
お邪魔します。C 先生のところへ。はい、お邪魔します。お願いします。お、はい、こんばんは。すっげちゃんとしてる。管理師のハスキーです。お、はい、まさか本物ですかこれ。本物です。恥ずかしながら。はい、ちょっと見ていいですか。ちょっとあの短いですが。え、ちょっとまじまじと見られると恥ずかしいですね。海上自衛隊に就職って書いてる。はい、自衛隊にいました。ここで何してたんですか。お、船で何してたんですか。ここで船の任務の時の見張りとか体力作りとかいろいろ訓練をしてました。はい、で病院で管理栄養士。はい、すごい。今 VR でこうやっていろいろ相談に乗ったりしてます。ちょっとあの大学のレポートの走り書きのも入ってるので恥ずかしいんですけど。はい。僕もこういうのすごい興味があるんで。本当ですか。はい、まともなの来ましたね。はい、結構割とまともより。はい、なんか偏頭痛だったりそういうのに効く食材とかなんか対策とかって知ってたりしますか。そうですね、気圧とかも関係するかもしれないので、はい、バナナとかの果物とか取るとカリウムとか取れて血圧がちょっといい感じになったり、そうですよね、あと鶏肉とか、うん、ビタミン G、B12 とか6、そういうのサプリで取ってみると、はい、マシになるかもしれないです。ビタミン、どこから来るのかわかんないですけど。はいはいはい、ビタミン B 系もいいんですね。僕カリウムしか取ってなかったんで、はい、ここに来る方々はどういう悩みを持ってよく来るんですか。はい、そうですね、声いっぱい使うので喉がちょっとガラガラしたりとか、はい、あと夏バテとか季節の悩みとかですね。夏バテの方にはどういうアドバイスをしてますか。そうですね、やっぱり あのなんか気になりますか。こちすっげえ気持ち悪いの言うんですけどすいません。これあのヘチマザウルスって言ってあのヘチマでできた恐竜です。はこれあの私が作りました。ヘチマザウルス作ろうと思ったんですね。やっぱりあれですよ、お風呂が大好きで、はい、はい、特にこういう夏場なんかこう、はい、運動した後とかいろいろ汗かくじゃないですか。で、はい、やっぱりシャワーもいいんですけど衛生的にはお風呂が一番、はい、ということでお風呂のお供の生物を作りました。うん、あ、なるほどね。はい。これはオタクたちにお風呂に入るよっていうメッセージですか。違います。違うんですね。あのそんな直接的な意味はないです。ああ、そうなんだ。そかそか、お風呂にいたら素敵だなと思って。あ、素敵だなぐらいで。はい、栄養管理、管理栄養士サークル、はい、本とかをなんかこう VR 上で売ったりするイベントがあって、はい、でそこで出した本があちらになります。管理栄養士の本にしてはちょっとなんかグラマーというか。はい、で中身がこれです。このレポートとかいろいろまとめたやつがあれです。やばすぎだろ。これ買ったら中身これなの。はい、でも結構あの夜のお仕事の人におすすめな食事法とかいろいろ書いてあるので、はい、割と実用的ではありますよ。まあ間違いなく実用的ですよこれは。俺もねこれはもう実用的だってのわかるんですけど。はい、売れますこれ。これあのただです。ただなの。趣味で作ったので。ただでこれ配ってんの。はい、あのイベントに参加した人はこれを、うん、あのダウンロードできるように QR コード渡してるんですよ。そうなんだ。ここで写真撮ってねってことで。本当に人の幸せを願ってるんですね。はい、やっぱみんな来てもらわないと楽しくないじゃないですか VR って。で、うん、みんなに来てもらうには元気になってもらって、元気になるにはこれ。おい、管理栄養士になるべくしてなったメンタリティ素晴らしい。ありがとうございます。お時間です。はい、じゃそろそろちょっと霧がいいかも。全然霧良くないんですけど、もっと話したいな。ごめんなさい。ごめんなさい。ありがとうございました。はい、じゃまたお待ちしております。はーい、お兄さんです。んですけど、あ、え、お兄さんです。は、嘘だろ。じゃお兄さんと一緒にお写真撮りましょう。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございました。バイバーイ。はーい、では本日もご覧いただきありがとうございました。一応ありがとうございました。集合写真とかは撮ってるんですけど、はい、
集合写真僕も撮りたいです。大丈夫ですか。はい。はい、了解です。おしゃぶり。おしゃぶり。おしゃぶり。つけられましたか。あ、そうですね。おしゃぶり。あ、これつけられました。処方されましたね。あのやぶ医者に。あれですよね。え、これ聞くんすよ。知らないんですかこれ。聞いてます。聞いてます。聞きますよこれ。やっぱ聞くんだ。毎月やるんでね。はい。毎月聞きましょう。はい。ありがとうございます。ガンにも聞きます。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。それでは皆さんカメラの映るところに並んでください。5枚目いきまーす。大満足しました。先生の声とか大丈夫でした？文句一人だけ一人だけいたんですけど。こいつだけあのあれ首にした方がいいですよ。本当なんかなんかクレームいる。本当だって。継続しないとやっぱ、ね、継続しないとやっぱダメですか。わかりました。すみません。ね、僕がちょっと、はい、僕が患者としての力不足でした。はい。で今日はありがとうございました。失礼します。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。